日日はいいつもと変わらない日でした朝起きて主人を送り出した後隣に住んでいる父と母に「行ってきます」の挨拶をして私は仕事に出ました少し違っていたのは岡山にしては雨がよく降るなってことだけでしたその頃真備地区の小学校は 休校になっていました近隣の小学校も登校はしたものの引き取り下校が始まっていました中学校も高校も休校になっていました仕事をしていた私はそんなこととは知らずいつもの時間に家に帰りましたそして午後7時ごろだったでしょうか 倉敷市に土砂災害避難勧告が出ていました携帯電話から何度も何度も警告音が鳴っていました隣の父と母に声をかけましたお父さんお母さん小田川の水位が上がりょんじゃって水が来るかもしれんけん逃げる用意しとってよ何を読んでそがなことあるわけがね 祖願協定こと言うても私ら逃げんでと母が言いました私は不安ではありましたがお母さんの言うとおりだろうなあと思ってました午後8時かげに自主避難所設置夜九時ごろ 主人が慌てて帰ってきましたおい大変じゃどうしたん高橋川の水位が異常なんじゃ,んじゃほんまじゃあ小田川の水も越してこっち来るかもしれんじゃあ避難した方がいいかもしれんなうんほんでも親父やお袋がおるけんな,けんなうちの二階におったらええと思うわそうじゃな、うん、さっき声かけたんじゃけど二げん言うとったしなやっぱ二げん言うたか、うん まあ、年寄り連れて避難所行くのも大変じゃしな。うん、うちの二階に、おろうや。そうじゃな。うん、<あ>午後。九時五十三分。小田川氾濫警戒情報。午後。九時五十九分。マビ避難勧告。なあ。うん、小田川が本当に氾濫したら、どうするん。 2階まで水が来て逃げれんようになったらどうするそんなんなったら怖いわ心配ねえわ今までそがんなことなかったんで、うん、だけど大丈夫じゃ、まあ、大丈夫じゃ <laughs> 午後10時20分小田川氾濫危険情報午後10時40分特別警報発表 ずーっと警告を鳴りっぱなしだし何逃げよ逃げて何にもなかったらそれでええがお父さんとお母さんに声かけて逃げようやそうじゃな万が一言うこともあるかもしれんもんな、うん、逃げようかな逃げよう、うん、よし逃げよう <laughs> おやじおふくろ水が来るかもしれんけん逃げようやいかんで 使っても床下じゃんもう私ら寝るけんあんたらだけ行きねえなんで一緒に逃げんのんな。もうええわしらだけで行く<ー>行こうもう,もうそんな。お母さん何かあったら連絡してよ携帯持っとるけん連絡してよ私たちは車で避難所に向かいました 時間は十一時を過ぎていました午後十一時五十九分マビ避難指示避難場所は呉瀬小学校で演えじゃがなうんあ,あれ呉瀬小学校避難所になってないわええー、ほなどこへ逃げりゃええなほんまじゃな<ん>避難所どこなんじゃろう、うん。 佐藤さんとこうマミ運動公園逃げとるって運動公園か、うん、あっこなら五分で行けるチコて行こうそうじゃなうわすっげぇ渋滞じゃなぁほんまじゃなちょっと遠回りになるけど違う道で行こうやそうじゃな<お>それから別の道へ行きましたが渋滞していましたもうイライラせんでよ今友達に聞きおるけんちょっと待ってよはよ、うん、せよ、うん あれライン繋がらさっきまで繋がりやったのになんで今頃 LINE なんなおかしいなあれはいよせえ、うんちょっと待ってなんしような電話せぇもう大きい声せんでよ電話するわはいよせぇ <laughs> ちょっと危ない前見てよ危ない,いあれ水じゃねえんか暗<え>いけようわからんけど水が来るんじゃねえんか ほんまじゃ、こっちから水がきておる。どんどん水が増えおる。な、な、車から降りて逃げた方がええんちかん。な、私降りる、降りる、私降りる。な、降り、降り。だめっとれ。わしだって今考えおんじゃ。ほんでもここは一緒に逃げようや。な、あどっか、どっか高えとこ、ねえかな、逃げれるとこ。 ねえかなそ,そうじゃなあっクリーンセンターはどんなじゃろクリーンセンターかおあそこ行こう、うん、水におわれながら駐車場に入りました車に乗って避難所を目指してから1時間も経っていました クリーンセンターが避難所にはなっていなかったので車で過ごしました父と母に何回も電話をしましたがつながりませんでした夜中の2時ごろ母から電話がかかってきましたあお母さんお母さんあんたるどけおるどうしようおい おやじはおやじはどうしような。お父さん使っとる。スカッタ来たんじゃ。じゃけん、一緒に逃げ言うたろうが。二階,階まで来たってど。どこ行こう。あっあっ屋根じゃ。屋根に上がれ。屋根に逃げてみる。あっ屋根。屋根おどうやって。どうやどうやってって。抜きじゃ抜き<あ>つつくすとうで。隣の屋根でも行け。上がれ。どうやだ。屋根に逃げてななどうやだ。 乗っつとて上がって,軒通ってが乗っつとて乗っけえうん乗っけまっくて消防じゃあ消防あお母さん消防に連絡するけんええー、屋根に逃げるんよ逃げるんよ生きとてよ消防じゃ消防にそうじゃなつながるかのそうじゃなつながるかのあつながったあ,あもしもしあはい <laughs> 住所と 高齢の父と母が取り残されていることを伝えましたよろししくお願いします後から分かったことですが父と母が救助されたのは朝になってからでしたその日のお昼まで状況が分かりませんでした心配でした不安で不安で眠れませんでした そして朝になりました朝になったらもう家に帰れると思っていましたよし親父はやお袋も待っとるし帰ろうかけれど私たちが見たのは信じられない光景でした そしてマビは少しずつ色を取り戻していきました。おはようございます。朝、私の庭の枯れていたナデシコの花が咲き始めました。とても嬉しくて、皆さんのご支援のおかげで、今日まで頑張ることができました。ありがとうございます。これまでのことは、私や団員の体験に基づいた劇であり、 何枚かの写真も私たちが撮ったものです正直思い出すのはつらいことですしかし女性消防の一員としてこの経験を生かしたいと思いました私は伝えたいことがありますこちらをご覧ください避難準備高齢者障害がある方乳幼児 災害弱者は早期に避難が求められる。避難勧告、災害発生の恐れがある。地域の住民に避難を促すもの。避難指示、状況がさらに悪化。人的被害の危険性が非常に高まっている状態。皆様はご存じだとは思いますが。 緊急性がが強いのが避難指示ですしかし言葉の響きで避難勧告の方が危険性の強いイメージを持っている方が多いのに今回気がつきました避難指示になったからそんなにひどくはならないだろうと多くの方が思われていたようです私は避難勧告の段階で家を出ましたが劇のように 車で移動し渋滞にはまり水に追われながらクリーンセンターに避難しましたもうあんな怖い思いはしたくありませんそして7月28日台風が来ましたそれから何度も何度もその度に私たち家族は警報が出た時点で私の実家の倉敷に避難することにしました 温かいご飯を食べてゆっくりお風呂に入って布団の中でぐっすり眠ることができましたあの時もっと早く避難しておけばよかったと心から思いました何気ない日常がこんなにもありがたく感じることはありません水が出る電気がつく火が使えるこの 一つ一つの復旧に喜びを感じます。子供の受験、職場への復帰、親の介護など、現実は待ってくれません。家族と共に、マビの復興を願いながら、命あることに感謝しながら、マビの町で生きていこうと思います。どうぞ皆さん、自分の命は、 自分で守ってください。私たち玉島方面隊は、倉敷西部の高橋川より西に位置する玉島と真備地区の団員で構成されています。2018年7月、西日本豪雨災害では、団員4名が直接被災しました。この劇は、呉瀬地区と八田地区で被災した団員の体験を合わせ、再現劇にしたものです。 皆さんはこの劇から何を感じていただけたでしょうか。高齢のご両親はなぜ避難しなかったのか。客観的に見ればなぜと思えるかもしれませんが体の自由がきにくくなった高齢者にとって避難所への移動はとても億劫なものです。できれば住み慣れた家にいたいそう思って不思議はありませんしすでに足元が悪くなった暗い中を出かけたいと思うでしょうか。 逃げた夫婦も、葛藤をいくつも乗り越えます。高齢のご両親を残していくのは、正しかったのか、車に乗って避難したのは、果たして正しい行動だったのか、教科書通りに言えば、違うのだと思います。それでも皆さん、想像してみてください。暗く雨の降る中に、車を置いて出ていくことが、どれほど怖いことか、そして、 夜の闇はどこが安全な場所なのか、そんな情報も判断も奪い去ります。呉瀬小学校が避難所になっていない。呉瀬の住民にとって、指定された園や岡田、二馬小学校は、生き慣れた小学校ではありません。後から考えれば、この夫婦が避難所に向かうルートは、決壊する高間川や、 末政川に近づく実はとても危険なルートだったのですしかしあの日その道に多くの人が殺到しましたごくわずかな収容人数しかない避難所を目指し迷い高台の施設という施設に人々が殺到しましたもはや夜間の避難に安全なルートはありませんでしたたった一つ言えるのは 雨が一定量を超え、まだ降り続けるという予報なら、明るいうちに準備を整え、安全な場所を探して避難することが最善であるということだけです。この劇で感じてほしいのは、混乱の中で自分の命を守るための行動とは何かということです。さて、これまでの私たちは地域のイベントに参加し、 劇を中心とした啓発活動を行ってきましたくしくも豪雨災害発災後となる7月8日も多摩島港朝市で火事にまつわる啓発劇とクイズを実施する予定でしたしかしこのイベントは実現しませんでした発災前マビ地区が大きく被災することを予見などできるはずもありませんでした実は年度初めの定例会で 多島には水害の可能性があるという話し合いをしました。平成16年の台風16号による高潮で被災した経験のある団員が何人かいたこともあり、水害に備えた啓発活動の必要性を議論しました。それでも、より身近なテーマ、できるだけ多くの人が自分ごとに感じてくれる家事のテーマで新しい劇とクイズをすることに方針を固めました。 それはなぜか、ここ、晴れの国岡山では災害は少ないと言われ、地震や水害など、自然災害の話題では、なかなか人々の興味を引くことができず、非常持ち出し袋や早期避難の話をしても、どれだけの人が実施してくれるのか、啓発の意味に不安があったからだと思います。そんな葛藤の中で、豪雨災害は起こってしまいました。 まずは自分と家族を守った7月6日災害の大きさに愕然としお互いの安否を確認した7月7日被災団員4名そしてマビ以外でも至る所で土砂が崩れ道が塞がれていました何もできないことへの焦り無力感に苛まれながらボランティアに参加したり それぞれの場所でできることを精一杯していました。団員が再開した日、私たちはこの経験を再現劇で伝えることを決めました。経験したものにしか伝えられないことがあるはずです。決して再現は容易なことではありません。あの日を思い出し、涙があふれ、声が詰まります。感情が走り出して、 どうすることもできず怒りや悲しみの感情に包まれてしまうこともありますそれでも演じるたび見入ってくれる観客がいて伝え続けてほしいという声に後押しされます私たちが演じ続けることができるのはきっとこの災害を忘れさせないこと予想できる災害で二度と逃げ遅れてほしくない ことを伝えたいという強い思いと小さな一歩であれ伝えることに意味があると信じているからです自然災害は防ぐことができませんそれでも学び備えることで減災はできますこれから先繰り返し繰り返しこの劇を演じていきますそれが 私たちにできる最大の防災・減災啓発活動なのです。